篠崎さん、恋人に顎食いをするとときめくと聞きました。あ、顎食い？でもその後の展開って。私たちもぜひやってみましょう。え、来いよ。あ、ボコられる。篠崎さん、喋らずとも恋人の気持ちを悟れるのが優れた彼女と聞きました。まあそうかもしれないけど、そのための彼女力を身につけたいので、今日は私に話しかける行為は、顔のあからみ、外した視線、これはもしや、早速バレたかな。その方向にバナナを頬張った幼女の幽霊が。声を大にして突っ込みたい。篠崎さん、恋人に顎食いをするとときめくと聞きました。あ、顎食い？でもその後の展開って。優れた彼女と聞きました。まあそうかもしれないけど、そのための彼女力を身につけたいので、今日は私に話しかける行為は、顔の人たちもぜひやってみましょう。来いよ。あ、ボコられる。篠崎さん、喋らずとも恋人の気持ちを悟れるのはあからみ、外した視線、これはもしや、早速バレたかな。その方向にバナナを頬張った幼女の幽霊が。声を大にして突っ込みたい。